All right, guys. So now officially we'll be learning some languages. So let's see here. 10 minutes of listening for Japanese. Wait, can you hear that? Yeah, you can. Thank goodness. この男の人はもっと強いです。この女の人はもっと強いです。この女の人は強いです。この男の人は強いです。どちらが強いですか？どちらが強いですか？女の人の方が男の人より強いです。男の人の方が女の人より強いです。女の人は運動しています。Oh, exercising. I thought 男の人は運動していません。新聞を読んでいます。女の子たちは運動していません。話しています。男の子は運動しています。彼は運動するので強いです。私は月曜日と水曜日と木曜日に運動します。私たちは海岸で運動します。I just realized that it's really cloudy. It looks like a storm's rolling in. They're exercising at the beach. 彼らはサッカーを練習しています。私はテニスを練習しています。男の人は会社でゴルフを練習しています。彼女はゴルフチームの写真を撮っています。サッカーチームは練習しています。テニスチームは練習しています。ブラジルのチームは黄色のユニフォームを着ています。このチームには女の子が11人います。フランスのチームは青いユニフォームを着ています。このチームには男の子が6人います。男の人は劇場でバイオリンを練習しています。女の人は居間でギターを練習しています。男の子は自分の部屋でバイオリンを練習しています。女の子はピアノを練習しています。これを飲んだ方がいいですよ。外は寒いです。このバスに乗った方がいいですよ。これを聞いた方がいいですよ。おすすめです。What does おすすめです mean? I don't know what that means. 黒いスーツと灰色のスーツのどちらを着た方がいいですか？青いワンピースと黒いワンピースのどちらを着た方がいいですか？灰色のスーツを着た方がいいですよ。青いワンピースを着た方がいいですよ。
私は踊りたいですが、床を履いた方がいいです。私は家に早く帰りたいですが、帰らない方がいいです。私はテレビが見たいですが、運動した方がいいです。Climactic acceleration. 私はチョコレートが食べたいですが、食べない方がいいです。誰かがシャワーを浴びています。誰かがドアのところにいます。誰かが会社にいます。誰かが食器を洗っています。誰かがギターを練習しています。誰かが車の中にいます。誰かが運動しています。 Oh, hello to chat. So sorry, hold on one second. I was so concerned with the audio that I didn't even realize. ここはスキーをするのにいい場所です。ここは泳ぐのにいい場所です。ここは運動するのに悪い場所です。ここはサッカーを練習するのにいい場所です。 Hello? Hello? I thought of Balloon Boy from FNAF. Hello? 彼は食べる場所を探しています。Good place to eat. 私たちは楽器を練習するのにもっといい場所を見つける必要があります。私たちはサッカーをするのにもっといい場所を見つける必要があります。彼らはキャンプをする場所を探しています。私は時々花の写真を撮ります。私は時々動物の写真を撮ります。私は時々人の写真を撮ります。砂糖はいつも甘いです。Sugar. チョコレートは全然酸っぱくありません。 Chocolate isn't sour. ライムはいつも酸っぱいです。胡椒は全然甘くありません。Wow, 58 out of 58. Flawless, I tells you. All right, we're going to go ahead and